それでハワイに行って、みんなはハワイいいなっていうことをよく言われて、ワイキキで遊んでたんだろうって、ね、正直僕当時の野球ファンからしたら、うん、ハワイに行ったって聞いて、うん、ねえ実はみんなそうなのよなんだこいつみたいな、みんなはもう本当ワイキキのとこを意識してビーチ歩き回ってんだろあいつはっていう、はい、だったんだけど、今は有名になったけど、カイルワ、オアフ島のカイルワって、カイルワビーチって今すごく有名になって、周りもいろんな飲食店も増えたし、いろんなショップもあるようになって、で海がすごく綺麗なので、そこに1ヶ月間そのーコーチと一緒に一軒家借りてやってたんだけど、その人もやっぱ仕事があるからさ、1ヶ月しかいられないからっつって、ホームステイ先を穴吹さんが探してくれて、でホームステイ先の人が学校の先生で、両親が俺のためにわざわざプレハブみたいなの建ててくれたの、一人用に、テレビとかもで電話もつないでくれて、だから国際電話いつも十何万かかってた、俺もう日本語聞きたくてさ、でやってんのが相撲だけだったの1時間だけ、その相撲とか必死こいで見てたもんね。誰もやっぱり日本人も誰も街灯もないとこで、もう本当に外歩いてたらやべえなここっていう、映画見てるみたいで、なんか撃たれんじゃねえのとかいう感じだったの、真っ暗で。そこでずっとやってる時にコーチを一人やっと探してくれて、少年野球のコーチがボールを持ってて、本当にマシン、タイヤ、ちっちゃなタイヤ2つと三脚みたいなやつで、マシンで子供たち教えてる人がいて、でボールもバケツ1個しかないし、そこの人と契約して、普段は何時から何時はちょっと練習手伝ってくれって言って、でその人が草野球のチームみたいなとこも知ってるし、で穴吹さんはハワイ大学も知ってるということで、これハワイ大学も一回行ってるわけです。すごいレベル高いのハワイ大学とか、でもガチで入学した生徒でもないから使う必要がないわけよ。で練習だけ行って試合なんか見ててもしょうがないから、でショートになんかやっぱりハワイの当時のスターがいて、だから外すわけにもいかないし、でもここにいても俺しょうがないからやめるっつって、お金の無駄だっつって、でそのコーチ、普段はカーペンターなの、大工さん、大工さんで、少年野球も見てるっていう、いつも汚いトラック乗せてくれて、で写真でこんなんですか、そう、それそれそのタンクトップ着てるのがカーペンタートミー、この時はトミーの知り合いの草野球チームに入れてくれて、でそこでショートも守り、で練習なんかほとんどないから自分で一人しかできないし、肩弱くなるの嫌だったからピッチャーもやらせてもらった。そこでずっとやって、で練習もして、で夜はもう一人ぼっちで、ホーム制作の人もいろんなパーティーとか土日とかだったらよく行くじゃん学校の、でほとんどいなくて、あそこの家で食事したっていうのは一回もなくて、もう自分でお弁当買ってきたりとか、カップヌードル食べたりとかをずっとそこで過ごしてた。ずっと隠れてたら日本テレビが元木を探せって言って、当時徳光くん中畑くんっていう番組があって、徳さんと中畑さんが、徳さんが言ったんだろうね、あんだけジャイアンツ入りたいんだからっつって探せみたいな感じになったんじゃない。でその日本テレビの人もずっと家に電話して、息子さんどこいるんですかどこいるんですかって、いや教えられない教えられないっつって、でハワイにいるのは間違いねえっつって、もうずっと来てたらしいの。最後の方になってバレて、あどうもみたいな、初めましてって言った時にワイキキまで行ってご飯食べさせてくれたのよ、焼き鳥屋、日本食めっちゃ食ってさ、お寿司もありの焼肉丼みたいなのも食べえのでめっちゃ嬉しくて、でそこで仲良くして、呼んで親父らにもお世話になってるっつったら、ようやくその人たちが帰った時にでも家に入れてもらえるようになったっつって、だから本当に親父もマスコミもひいきしたくなかったし、
本当にやってくれるんだったらっていう人しか家に入れない親父だったから、で放置新聞も一人だけ本木大輔を追っかけるって言って、アマチュア担当からなって、そのアマチュア担当から俺がプロ入った時はプロ担当になってくれて、でアマチュア担当の時に最後の方に親父が今ここにいるよっつって来てくれて、でも誰にも言わないでねって言って、放置新聞内でも言わないで記事にもしないで来てくれたりとか、だからもう信用できるっつって、ようやくマスコミも来るようになって、でも本当に地獄だったね。いやもうあのハワイの生活はもうグランドでストレッチしたら赤アリっていうのがいてさ、すっげえ強いの歯が、もう噛まれたり手とか噛まれたら腫れ上がるのよ。でそれカップヌードルの中入ってくんのよ。ビニールしてあって蓋がこうやって開けるじゃん、ビニール破って蓋まで破って入ってくるのよ。でプレハブだからそこら中隙間あるじゃん、うわーっと思って、うわーなんだこのアリと思って、で3ヶ月に1回ビザの書き換えで帰ってたの、1週間だけ極秘で、うん、極秘で持って帰るのがあのアリを殺すやつだからね。俺もちょっと勘違いしてる時もあって、これもテレビでもあんまり言ってなかったんですけど、また戻るハワイに戻るっていう時に飛行機が飛ばなかったの、台風かなんかで、で降りてくださいって、で明日切り替えてくださいみたいな感じで、でゲート出る時にテレビカメラ来てたの、おやべやべ見つかっちゃうわと思ってバーってこう隠れて、こんなんかやったらよしバレなかったって思ってパッて見たら、ワッて見たら天気予報のやつだったの。なんだよ俺じゃねえじゃんみたいな。そういうのがあって、もう何回か繰り返して、もう最後の日なあの帰ってくる時なんて本当におふくろに頼んで1週間だったらいつも帰ってたから、あと3日10日にしてくれっつって、もう無理だ俺限界だっていうぐらい追い込まれてて、だから本当にその隠れてやってたのに、最後の方新婚旅行でやっぱそうやってテレビでやるもんだから、新婚旅行で来た人がついでにちょっと暇だし元木探そうかっていう人がいて、ハワイウェイブさんだったんですよ、元木探し、うん、で何組かに俺自分から行って、新婚旅行ですかみたいな自分が喋りたいから喋りに行って、いや元木さん見つけたみたいな、探してくれてたんですか、いやでもテレビでやっててハワイにいるっていうか、どこにいるんだろうと思って探してましたとか言って、いやありがとうございますっつって、俺なんで自分から言ってんだろうっていう、もうそれぐらいなんか追い込まれてて、日本人と喋りたくて喋りたくてしょうがない。普段の生活のは英語なわけですか、周りは、うんうん、どうやってコミュニケーション、だからもう普段もう家にいる時はもうプレハブでずっと黙ってるよね。あのつらい、ホームステイの人とは会わないからなかなか、テレビも英語だからわからない、もう野球チャンネルやってたらそこを見るだけ、メジャーリーグを見るだけみたいな、でももう本当にもう何にもすることなくて、次の日来たらあトミーが迎えに来てくれるから、でもトミーとはもうあの野球の言葉とかだったら片言でも喋れたなっていうのもあったし、でもいろんなことをこう話しかけてくれて、あそうなのっつって、あのガソリンスタンドとかで売ってるジュースとかを買いに行くぞって言われて行って、それを飲みながら、トミーのが面白いのがジュースを全部いろんなのを混ぜて飲むのよ。俺それで何飲んでんのみたいな顔で言ったら、うまいからやってみろってこうやってやったら、なんか俺もハマっちゃって、それが忘れられないから、いまだにコストコ行ったら何種類か入れちゃうの。ミックスジュース、ミックスジュースみたいにいろんな味がして。トミーとはね、辞めてから一回も会ったことないけど、辞めて番組でホームステイ先の人とチコさんって言うんだけど、チコさんのところに会いに行って、引っ越しててそこも探してくれて、お会いした時は本当にもう涙出たね。会話も何もないけど、あの場所を提供してくれただけでも俺感動したもん。トミーさんは会ってない、トミーさん会ってないの、会いたいね。見てるかもしれない、トミー見てたら連絡コールミーバックしてくれ。でも本当にトミーが本当一生懸命やってくれて、で2人でやってるもんだからさ、何面もあるグラウンド使うわけよ。バッティングしたら大変なのよ。そこそこまあまあ俺も打ってたし、飛ばそう、うん、当時飛ばしてた方だったから、それでまたボールがバケツ一杯の分しかないから、
もうボール集めみたいな。ボール集めの方がしんどいじゃんっていう感じで、そっからバットコントロール良くなってる。なるほど。今日はセンターにだけしか打たないって。ボールは集めやすいよ、ね。そう。でさっきの絵もあったじゃん。はいはいはい、あれもバッターボックスで打ってる時もあったの。はいはい、だからファールチップが超えていくから、はいはい、後ろも行かなきゃいけないから、はいはい、最後の方もネットここぐらいでここで打ってたからね俺。ファールチップでバーンって当たるような。それぐらい人がいないし危ないし、だからそれでずっともう今日は右打ち、今日は引っ張りとか言って、もう一部にだけしかボールを集めないっていう、それで俺バットコントロール良くなったんです。それだったらエンドランでショート狙うとか余裕だった。余裕余裕、右打ち楽勝っていうのその中でまたこれもまた俺の出会いなのよ。ホーム制先が学校の先生だって、両親ね、奥さんも旦那さんも、でもう一人俺と一緒でホームステイしてた人がいたの、俺より年上の人が、でその人も学校の先生なんだって。で3人いて、家の庭のとこでちょうど喋る機会があって、俺も喋れねえからさずっといたら、そのもう一人のホームステイのしてる先生が、お前杉って知ってるか、いや知らない、誰、こうやってやるの一生懸命、なんか全然わかんないやつ誰みたいな、うん、したら杉良太郎さんだったの一番すごい杉先生が、息子を俺教えてんだって、会いに行かねえかって、いや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 絶対違うからっつって、で俺もう本当にもう、忘れましたスリッパと、短パンと汚い T シャツでさ、ワイキキの方まで行くわけ、山越えて行くわけよ。東郷これ誘拐されんじゃねえのとか思いながらさ、どこ行くのよと思って、たらまあ杉さんはいらっしゃらなかったんですけど、奥様と子供がいらっしゃって、前の奥さんなんで、その当時の奥さんがいて、行ったら香原ですよ、高級住宅地の、っつって、すんげえ家じゃんみたいな。いや、でも奥様でも普通の一般の方だったら知らないし、本当にって、ね、杉さんの数もないのよどこにも。でも、まあ、言ってみたら息子さんが俺の一個下で、で、長女次女っていうのがいて、みんな俺より年下だったんだけど、まあ一個下だから同世代だよね。本当に日本の人と喋れるっていうのが嬉しくて、そこでまあいろいろやって、またおいでよって言って電話番号を、家の電話番号をやったよ、また遊びにおいでよって言ったら、遊びに来てくれたりとか、ご飯行こうよとかってね、もう向こうはもう BM 乗ってるわけよ、俺の一個下なんだけど BM 乗って迎えに来てくれたりしてさ、もうすげえやっぱり違うなとか思ってて、みんな子供留学してたからハワイに、でそれで仲良くなって、で奥様も一回見に行って、なんでこんな田舎にいるの、おいでよっつって、もうあのお金も何にもいらないから遊びにあのこっちで泊まんなって言ってくれて、うん、いいんですかって言ってそっから引っ越したわけで、河原の高級住宅地に俺がと急にプレハブアリ地獄から、アリ地獄から高級住プール付きので、俺もこんな状態になるじゃん、はいはいはい、一番驚いてるのがトミートミーに迎えに来てっつって、ね、英語喋るから説明してっつって説明したら、トミーがどっから入るんだみたいな、クラクションプ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 ン鳴らしてんの思い出してさお前すっげえとこ住んでんじゃねえかよみたいな、何があったのそうで、こうでっつって、もう超あの有名な人だみたいな話してて、でそっからずっとお世話になって、息子さんが今の俳優の山田純大さん、山田純大くんが一緒に、はい、俺と一緒にあのハワイで唯一できた男たちが、そう、へ、だからすごいつながりがあってさ、だから浪人していろんなことをさ、いろんな経験したし、人としてそのなんていうの、マスコミのことも俺いろんな経験して嫌な思いもしたしっていうのもあって、いろんな人と出会えたっていうのはもう人生の中で俺本当すごく得したなと思って、今俺本当にここまで喋ってるのこの YouTube だから、ちょこちょここう話してるのはあったんだけど、ここまで
いろんなトミーなんか絶対言っても分かんないし受けねえと思ってたから